シオフェンとは有機化合物の一種で、硫黄を含む複素肝式化合物。化学式は C4H4S。フランの酸素が硫黄に置き換わった五輪肝構造を持つ。消防法に定める第四類危険物、第一国有類に該当する。チオールとも呼ばれるが、チオールと紛らわしいので推奨されない。分子量84.14、有点摂取38度、 沸点摂取84度、比重 1.051gmL の常温で無色の液体で刺激性の強い周期を有する。CAS 登録番号は110から02から1。チオフェン自身の物理的特性及び化学的、反応性はベンゼンとよく似通っている。化合物の命名などでチオフェンを管を痴漢器として扱う場合はチエニルモトと呼ぶ。 自然界では石炭及び原油中のベンゼンと共に産出される。ベンゼンとチオフェンは上流で分離することは困難であり、コールタール由来のアラベンゼンには不純物としてチオフェンが含まれる。また石油中の陽成分の一つであり、石油生成の脱流装置においては、チオフェンは水素化など化学変換されて除去される。工業的には触媒を用いて、 フランがあるいはメチルフラントに硫化炭素を反応させたり、ブタン、ブテンあるいはブタジエンとイオをともに高温で反応させることでも製造される。実験室的には、コハク酸ナトリウムに5硫化にリン、あるいは三硫化にリンとに酸化炭素の組み合わせのいずれかを反応させると生成する。痕跡量のチオフェンを確認する定性反応はインドフェニン反応と呼ばれ、 チオフェンは脳硫酸存在化イサチンと反応させると、青色の色素、インドフェニンを生成することで確認される。あるいは、ガスクロマトグラフィーなどの方法によっても同定は可能である。チオフェンは方向属性を持つため、その二重結合に対する不荷反応は起こりにくい。ハロゲン化、ニトロ化、フリーデルクラフツ反応など、親電子置換反応は、主に2位に選択的に起こる。 また、アルキルリチウムなどの強塩基を作用させると、酸塩基反応が起こり、プロトンが引き抜かれたチエニルアニオンが発生する。チオフェンポリチオフェン水素原子は、省略染料、医薬品、農薬などチオフェンを部分構造に持つ、化成品は多い。またチオフェンを含む重合体として、ポリやポリチオフェンビニレンなどが知られており、ポリチオフェン類は伝導性を示すことから、 有機金属や有機半導体等の研究対象としても注目されている。ありがとうございます。